ケレンスキー構成、ロシア語は7月構成、ロシア語とも呼ばれる第一次世界大戦におけるロシア帝国の最後の構成である。この構成は1917年7月にルーマニアを援護するため行われた。ロシア臨時政府の陸海軍将であったアレクサンドル・ケレンスキーはイギリスのダータネルス海峡の領有という口車に 乗せられアレクセイ・ブルシーロフ将軍に攻勢を命じた。2月革命のため民衆と戦闘能力を失った軍は平和を強く求めており、この攻勢はタイミングが悪いものであった。ニコライ2世が退位した時、ロシア帝国軍の規律は危機的な状況に達した。ペトログラードのソビエトによる最初の命令は兵士委員会の命令を優先させることであり、この命令は 将校の力を著しく弱体化させた。ボリシェビキを含む革命勢力にとって死刑の廃止は敗北主義を達成させるための重要なものであったが、軍の力を弱体化させることをさらに促進させた。ケレンスキーはこの革命勢力の活動を多めに見ている部分があった。これらの事実よりも重要なこととして、高級司令部がこれらの状況に、 適切な処置を行わなったことが挙げられる。軍の民主化に伴い、効率的に戦闘を行うことに失敗し、前線の将校が直面している問題に速やかに対処できなかった。命令を無視する者も現れ始めたので、もはやほとんど誰も、スタッフかが軍をコントロールすることできないと考えた。前線で暴動が起きる光景は、ありあふれたものとなり、 将校の兵士に対するハラスメントはより残虐なものとなった。第一次世界大戦全体での勝利のために暫定政権は連合国としての義務に応えようとしたため兵士はより戦意を喪失した。しかしケレンスキーはロシアの勝利によって自身の指示を得て兵士の士気を取り戻すことに希望を見出したため臨時政府を強化し世界で最も民主的な軍の強さを宣伝した。 ブルシーロフは、ケレンスキーのこれらの行動を彼の唯一の希望で、あると考えたため、軍の崩壊はもはや避けられないと予見していた。1917年7月1日、ロシア軍は攻勢を開始し、ブルシーロフ攻勢と全く同じ戦術でリビウまで、戦線を押し返そうとした。攻勢に参加した、ロシア第11軍、ロシア第7軍、ロシア第8軍は、 ドイツ南方軍とオーストリア第7軍、オーストリア第3軍を退治した。強力な砲撃の結果、当初はロシア軍の作戦は成功し、敵はもはやロシアの戦線から消えてしまったようであった。オーストリア軍は砲撃に抵抗する術がなく、オーストリア第3軍を中心にロシア軍の進軍を許してしまった。しかしホフマン率いるドイツ軍はブルシーロフ攻勢での大敗北を、 徹底的に研究しており、ロシアの攻撃に対して、頑強に抵抗することができたため、ロシア軍は多大な損害を被ることになった。ロシア軍の損害が増えるにつれ、不評の士気は低下した。作戦の成功の要因はもっぱら騎兵や、大砲やラーブル・コルニーロフが創設した特殊な大隊によるものであった。他の大半の不評部隊は、命令に従うことを拒否した。 兵士の委員会は将校に従うかどうかを議論していた。師団が戦いを完全に拒否したとき、あらゆる命令は、師団の委員会の議論なしでは従わず、たとえ従ったとしてもそのときにはすでにその命令を実行するには遅すぎた。7月16日までにロシアの前進は完全に失敗していた。7月19日にドイツ軍とオーストリア・ハンガリー軍は、 反撃を開始し、ほとんど抵抗もなく、ガリツヤとウクライナのズブルチ側まで進軍していた。ロシアの前線は7月20日から23日にかけて崩壊し、ロシア軍は 240km 撤退した。ドイツ軍は補給が満たされている限り、いくらでもロシアを進軍できる状態だった。ロシア臨時政府は軍事的な破滅を招いたため、戦力の大半を失い、 ボリシェビキによるクーデターの可能性が現実味を帯び始めた。この構成はもはや、ロシア軍は戦意を完全に失っていることを証明してしまった。ロシアの将軍は自分の配下に兵がどれだけいて、彼らが命令したことを実行しているかどうかすら誰も把握できなくなった。この構成はボリシェビキの7月放棄の開始のきっかけとなり、ルーマニアにも大きな影響を与えた。 ルーマニアのロシア軍は当初オーストリア・ハンガリー軍の戦線をブランチャ県で破り、ケレンスキー構成を助けたが、その進軍も止まってしまった。1917年の間、ドイツ軍とロシア軍の間では、さらなる戦闘が続けられた。1917年9月1日に、ドイツ軍はリガを攻撃して占領した。リガを防衛していたロシアの兵士は戦闘を拒否し、 ドイツの新軍から逃亡した。プロシロフは責任を取らせれ、コロニールフが公認についた。しかし、これから、こうは、内戦、大粛清、再び世界大戦とロシアの歴史上最も悲惨な、惨劇が起こることになる。ありがとうございます。